君は僕のことをとても詳しく知ってるんだね。ああ今日もまたボブディランの話し会嫌だね。巡り合わせでもないし、ただ僕に会いに来た時の君と言ったら変に親切で面白い男だなと思ったし、それが今日まで友達同士とはお笑いだ。僕はその日が来るような気がする。もうごめんな、もうとてもじゃない。これで終わりにしようと、どちらが言い出すか。そう、僕は君に言ってもらえる時が楽だね。今日から僕はタバコの煙でも眺めていよう。街は相変わらずの祭り囃子。さよなら、君はもう背中を向けなさい。ああ頭の中になんていっぱいのドラマが、みんながみんな主人公に収まっていてね。まあそれも今日限りにしよう。さよなら、君の親切が今消えた。1ヶ月ぐらい、おりませんでしたが、2週間ばかり外地へ赴いておりまして、内地を離れたのは生まれて初めてですけども、一度甲子園の土を踏むのと同じような気持ちで、ロンドンの土を持って帰りまして、その土を見るたびに、はあ、青春っていいもんだなと、こういうふうにね、あれしようかと思ったのですが、どこへ行っても言葉が全然通じない。向こうの人はなぜかみんな日本語を喋らない。変な外人だなと思いましたけども、日本にいるテレビに出てくる外人なんかみんな日本語をペラペラ喋るなのに、僕は一般的に外人というのは日本語をペラペラ喋れるもんだと思い込んでおったにもかかわらず、本場の外人は日本語を喋らない。これはおかしいじゃないかというふうな気がして、田中さんに会って、なんとかしてもらおうじゃないかと思うんですけども、ロンドンとパリとローマと行きましたが、スイスも行きましたが、全部広島弁で通してまいりまして、
どんどんなんか、I see, what you, and you know, I came, なんか言いますけども、全然わかんないです。何よるのクソが誰がありゃと、こういう感じでありますけどね。で、今はその、スイスなんか、フランスなんか行くと、ヌザバンブザバケスクセイ、エルノサンパ、コマンタレブ、なんてなことを言いますけども、何がブージャーっていうな感じで、クソ暗いわりゃと、こういう感じで全部言うと、ローマ行くと、イタリアのスパゲティーノと、全部最後にノーがつきまして、大義のと、こんな感じで広島弁ですけども、前編広島弁でとしましたが、向こうもバカだなと僕のことを思ったと思う。僕も向こうのことをバカだなと思ってたから、愛好ですけども、大体ね、みんなこの頃ロンドンへ、人が鼻かいてる時に写真写すな。ね、ロンドンへ、行くとみんなね、いろんな、こうね、コンサートなんかすごくたくさんありまして、まあいいのいっぱいやってるわけですが、僕もいざいかんっていうような感じで行ったわけですが、何か、なぜか僕が行った時は何にもなくてですね、ただ一軒だけの、なんていうか、一軒っていうか、まあ一つですね、お酒を飲みながら聞く店がありました。入ってみたら、なんか聞いたことある歌やっとるなと思って入ったら、クリフ・リチャードの10年ぐらい前の歌をですね、乗ってやってましてね、真っ白けになって帰ってきましたけども、みんなね、向こう行くと T-Rex でのなんでのですね、あれは良かったとかね言って帰りますが、僕はね、クリフ・リチャード良かったよつながるんでね、本当についてないですが、パリへ行くとね、なぜか日本人のシャンソン歌手がいてね、なんか本場のシャンソン聴いてやろうと思って行ったらね、日本人が歌ってるんです。桜ってバカじゃないかって気がするんですが、フランスまで行って日本の歌聴いていくとは思いませんでしたね。やっぱりさすがに向こうの人は吉田拓郎さんの知りませんでしたけどね。今日は31日ですけども、あさって3日ぐらいに、今なんとなく僕のこの頃のコンサートっていうのはどうも盗まれがちでありまして、強烈行動だけの秘密にしたいという気持ちがあるんですけども、こういうのがありますので、時々こういうような感じで構えてみるわけですが、そういう時映してもらいたいと思います。ねえ、あとこれで、テレビですから、この人テレビの人ですから、1と書いてあるのは今 あんたのところに僕が映ってるって感じで、ふーなーって感じですね。とにかくですね、これでまあ大体これがまあ相当、30分1時間ぐらいやる気があるんでしょう。そんな感じでやりますけど、あとは紅白歌合戦でありまして、これにその来ますと20分くださいというふうにつもりでありますけども、紅白歌合戦で20分歌えたらいいですね。ね、続いて白組代表吉田拓郎さん20分歌います。みんなから帰れ帰れって言われてね。僕らに生きてきたんだと思う。だけどだけど理由もなく、めめいった気分になるのはなぜだろう。思ってることとやってることの違うことへの苛立ちだったのか。だから僕は自由さを取り戻そうと、自分を軽蔑して自分を追い込んで、なんだか自由になったように生きがっていたのかもしれないんだ。間に合うかもしれない、今なら今の自分を捨てるのは今なんだ。間に合わせなくては今すぐ陽気になれるだろう、今なら
大切なのは思い切ること、大切なのは捨て去ること、そうすりゃ自由になれるなんて思っているほど甘くはないけれど、だけど今は捨て去ることで少しくらいは良くなると思えるんだ。間に合うかもしれない今なら、間に合うかもしれない今すぐ、なんだか自由になったように生きがっていたのかもしれないんだ。間に合うかもしれない今なら、今の自分を捨てるのは今なんだ。間に合わせなくては今すぐ陽気になれるだろう今なら、間に合うかもしれない今なら、今の自分を捨てるのは今なんだ。浴衣の君はすすきのかんざし、熱燗と栗の首をつまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。僕は僕であぐらをかいて、君の頬と耳は真っ赤か、ああ風流だなんて一つ俳句でもひねって、部屋の明かりをすっかり消して、風呂上がりの髪いい香り、上弦の月だったっけ久しぶりだね、月見るなんて。落ちまって君の膝枕にうっとり、もう飲みすぎちまって君を抱く気にもなれないみたい。浴衣の君はすすきのかんざし、熱燗と栗の首をつまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。作ってきた歌の中では最も素晴らしいという芸術祭参加作品、今年度レコード大賞受賞曲になるはずもない曲を一曲を決めたのか、
興奮して間違えてしまいました。二度間違えるともう一回間違えそうな気がするかな。あれ、人形のように素敵なあの子、可愛い足のすんなり伸びた僕の心に灯火灯す、抱きしめたいような純ちゃんさ。今日のコンサートの中で最も皆さんの心に深く残る曲ではない、ねえ、本当にいい曲ですね。この曲が僕が一番最初に作った曲ですからね。素晴らしいね。こんな曲なかなか作らないですよ。一番最初に作る曲ってのは大体ですね、どんな感じですと、ミサちゃん、こういう感じの曲なんですよねこれは小室仁志の曲ですけどもね、小室仁志が一番最初に作った曲がね、ミサちゃんもう誰にも話さないよ、ミサちゃんミサちゃん、こういう歌ですよね。ね、あれがね、さあ今なんですけども、えらい違いがありますね。最初はミサちゃん、信じられるかね、うんなね、もう上下の区別がつかんような顔しやがったって感じですよね。何しろ現場にいない人間のことはボロクソに言うことになってますので、いるとすごくいい人ですねっていうふうに言うんですよね。いない場合はいつも、もう小室仁志と思い出したけどね、小室仁志と、それからなんだっけな、今日この後出てくるのはそのそのキングスですけども、その後、僕またもう一回、今度はものすごい銀行人の感じでやるわけですが、今日はポスターには、どうしたの？陽子ちゃんがどうしたの？大丈夫かな？子供はね、何も大丈夫かな？その出してしまうからね、周りが臭くならないかなっていう感じがね、出したらお母さん自分で始末しなさいよっていう感じですよね、本当に。小室仁志でお願いしますが、そのポスターには角田博のグループで今日やるようになってますが、角田博がちょっと太りすぎまして、またずれを起こしまして、で、今日はもうできん、ドラム叩くのまたずれて痛いなんていうことで、同じ博で今日は柳田博を連れてきてですね、撮るんですけども、それで柳田博のとか高中とかね、もうギンギラギン高中もあったんやしね、もうちょっと岡田内ね、ギンギラギンのやつばっかりですよね。そしてね、主役が昨日もだったんだけども、どうも主役が僕じゃなくなるんですね。そうなってくるとみんなキンキラキンの格好してくるわけ、もうハレハレでね。で僕だけなんとなくここでね、こうやってこう一人で座ってると向こうで動きまくるわけ、みんながおいおいちょ待てちょ待てってな感じなんですけどね、その柳田博と僕と小室仁志とで六文銭というグループを作ることが決まったんですけどもね、これが変な組み合わせですけどもね、これも決まったんですよ。で小室仁志、柳田博、吉田拓郎と、どれをとっても、もう一点火の打ちどころがないぐらい、ルックスで勝負できるっていうね、その、小室に関しては、相手はあまりは言いたくないけども、いない人間だからね、まあ、でもまあ、老体にムチ打ちは少しは役立つって感じでね、まだまだ使い物にはなるって感じですけども、そういうんですが。映してるね街を出てみよう、今住んでるこの街が
美しく緑に覆われた心のふるさとだったとしても街を出てみよう汽車に乗ってみよう話をしてみよう今話してるその人たちが優しく心を打ち明けた愛すべき人たちだったとしても話をしてみよう知らない人の中で恋をしてみよう今恋してるあの人がこれこそ私の心の人と信じれる素晴らしい人だったとしても恋をしてみようもう一度全てをかけて涙を流してみよう今悲しみの中にあっても涙をこらえて生きてゆく強い人間だったとしても涙を流してみよう瞳を濡らしてみよう雨に打たれてみよう今幸せにしたりたくてもまた来る人生の街角で本当の幸せを見つけるまで雨に打たれてみよう外は雨が降っているくれてるかなこの気持ち色っぽいということはええことなんよええことは進んでやってみるもんよ天然色写真を写してみんさい僕らはもっともっと色っぽいはずよあんたにもうちにも思い出があり嫁さんでももろたら話してみんさい昔はものすごモテたんじゃけにあんただけが女じゃありゃせんのんよ実際や過去へじゃろこの写真 Have a nice day 富士からもう新しく模様替えいたしまして、昔は「ヘビにしていい」って言うんですが若干飽きまして、変えようじゃないっつうんで変えたんですが。カラーというのはですね、とても素晴らしいですよ。昨日ね、富士カラーとのスポンサーのいろいろですね、悪口を言ったんですよ。そしたらスポンサーが来ておりましてね、で、この子をね、もう引き取ってるわけですね。いやーどうもどうも。冗談が通じない人でね、なかなかですが。でも富士から一度使ってみたらいかがでしょう。テレビカメラに向かって一度富士から。しかしこれはしかし提供どこだろうな。まさか桜カラーじゃないの。さ
桜からより富士から振り返ってみるのもいいさ、富士さ、来るのもいいさ、僕らの旅は果てしなく続く。時には疲れた体を木陰に横たえて、思いにふけるのもいいさ、旅はまだ続く。共鳴レコス。よう本気でやっておりますからね。共鳴レックス、一度乗ってみたら。あいつギター上手いんじゃないかなっていうふうに思うかしら、デタラメ弾いてんだこんな。さよならが言えないでどこまでも歩いたね、街明かりさえ消えて足音が寂しいよ、分かってくれるただ一人の君を話したくないのに、冷たいこの世界見つめたら泣いていた愛しい君だった、悲しみをこらえてる傷ついた若い子に、また会う時は大人になっているだろう、別れたくないのに冷たいこの世界、年老いた男が川を見つめて時の流れを知る日が来るだろうか、君を好きだなんて言ったりすると笑われそうな気がして、とても口に出すのが怖かったけれど、気がついてみたら君の方が僕を好きになっていて、それで口に出さないでも良くなったんだよ、よかったね。君はどこに住んでいたのですか、高円寺じゃないよね、だって毎日電車に乗っても違う女の子に、違う女の子に目移りばかり、それで電車に乗るたびにいつもいろんな女の子に振られていたんだものね、君のこと好きだなんて言わないでよかったよ、電車今日も電車今日も走ってるものね。昔その応援団というところに入っておりましてね、その学生服の袖がね、普通の人はボタンを3つ4つつけているんですけどもその応援団の10、まあ6つずつつけてありまして、これが計12個ついてて、歩くとジャラ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 いうんですかね、そういうのつけてます。その応援団で僕は無理やりに応援団に入れられまして、それでですね、入でチン思うにそういう感じなんですけども、入られまして、それで、いや入られましたね、とにかく僕が入らさせられまして
入りまして、無理やり僕は入れられまして、入れられまして、それで、その夏季合宿というのに参加させられまして、無理やり参加させられまして、それで、海辺でですね、合宿を行ったんですが、その合宿というのが恐ろしい合宿でね、もうバットで殴るはね、しないでね、もうしないでってぐらいね、殴るんですけどね、決まってないわこれ、久しぶりにこんなもう、今年最高の出来じゃないかな、今のは。もう、叩きましてね、んで痛いわけですけどもね、それで夜になるとですね、セミというのをやらされるんですけどね、こう木があるんですが、その木にね、ミーン、ミーン、見ててもミーン、ミーンって言うんだからね、ミーン、ミーンって言うんですけどね、それをやってると、だいたい30分やすともう疲れてきてね、もう疲れるし、変な格好だしね、んでもう嫌だ、だんだんこう降りてくるわけ、こうなって、そうすると、そろそろ降りてくるかなって、先輩がスーッと来てね、タバコの火でね、ケツのところへ、タバコ熱いからね、ずっとまたこうよじ登るんで、これを何回も繰り返してるうちにね、その先輩が、最近テレビのドラマも出たせいか、なんか演技ついてますけどね、こういうふうにね、非常に、すごく演技、もう演技派になってしまいましたけども、こういう感じで、まあ、降参して、吉田、広島まで行きますね、吉田、お前方の方にはそのミンミンゼミしかおらんのか。上の方で吉田がですね、じゃあ先輩、時々つくつく帽子も参りますけども、それやれや、つくつく帽子、つくつく帽子、これはあなたね、20歳過ぎた人間ができるか、こんなバネを。バカらしくてね、バートバカらしくっていうぐらいなんですけどね、本当に全然決まりませんでしたがね、やっぱりそのしないでぐらい決まらない、ちょっと決まりませんでが、何しろそういうことやってたんですけどね、それ以来その喧嘩っ早くなってね、もうやたらちょっと気になるとすぐ殴りゃいいんだと思ってたからね、もう年中殴られてますけどね喧嘩は弱いくせに好きなんね、というもんでね、だいたい喧嘩の喧嘩っ早いやつっていうのは喧嘩は弱いんですね、早く殴らない損じゃっていう感じがあるからね、もう殴った途端に冷静になってね、すぐ逃げるわけですけども、こうハーモニカを聴いてこうやって年中一曲ずつこう変えて吹いて、こんなほんとこれ3年以上やってるから唇がブヤブヤになってしまうけどね。良くないね、これは体にあんまり。なんか柳田寛子が言ってましたけどね、拓郎結婚してからハモニカ上手くなったな、ね、綺麗がバカもちろん。祭りの後の寂しさが嫌でもやってくるのなら、祭りの後の
寂しさは、例えば女で紛らわしい、もう帰ろう、もう帰ってしまおう、寝静まった街を抜けて、人を恨むも恥ずかしく、人を褒めるも恥ずかしく、何のために憎むのか、何の恨みで憎むのか、もう静きの出るまでは日々を慰安が吹き荒れて、帰って行ける場所がない、日々を慰安が吹き抜けて、死んでしまうに早すぎる、もう笑おう、もう笑ってしまおう、昨日の夢は冗談だったんだと。祭りの後の寂しさは、死んだ女にくれてやろう。祭りの後の寂しさは、死んだ男にくれてやろう。もう恨むまい、もう恨むのはよそう、今宵の酒に酔いにしれて、もう恨むまい、もう恨むのはよそう、今宵の酒に
リが欲しいんです。海へ行こうと思います。誰か線香花火をください。一人ぽっちの私に。風が吹いていました。一人で歩いていました。死に忘れたトンボが一匹、石ころにつまずきました。なんでもないのに。非常に良かったですけれども、ちょうどこっちに落ちてるカポを拾おうと思った瞬間だったので、そういえば昨日僕は1日目が終わってもうボーっとして、昨日ね、高中のギターがここにあったんですね。で小原のベースが向こうにありましてね、位置的にもう非常にここでね、ミヤモミヤモミヤモギャモミヤモつうのばっかり聞いてまして、横でまたすんごい格好してやっておりますから、もう火星人っていう感じだったんですからね。ほんだからもう威圧されましたね。今日は位置がはるか彼方にいるのですごい幸せを感じてますけどね。これでなんとなく主人公僕よっていう感じがありますけども、これがねここにおるとどうもね、どうもみんなの目線がこっちへ行ってしまうという感じでね、おいおいそっち見るなっていう感じがするんですけどね、今も見てるんじゃないかっていう気がしますけどね。いいのかな本当にっていうかね、テレビカメラ本当に大丈夫だかな、12チャンネルは僕を本当にちゃんと映してくれればまた出てあげるからね、なーって言ってあげるんですよね。そう、ワン、ツー、スリー、フォのかもね。ああでも今日も一日殺すなんてだっても憎いやつもいるのにね、怒りを流し込み、だからさおなじみの裏町の酒場は正直な男たちがいっぱい。帰るのかい、また